できた。新曲のデモ。うん。よく調整できてる。だけど。もう疲れたの！探しても、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 見つからなくって。また探して。違うって。絶望して。もう。これ以上。どうしようもないじゃない！私が作り続ける。この曲でユキを本当に救えなかったとしても、救えるまで作り続ける。ユキが自分を見つけられるまで、ずっと作る。本当にこの曲で、ユキを救えるの？もう25時か。やっほっほー！みんな元気？今日も曲作り頑張ろう！アミヤうるさい。もう、エナなんてばテンション低いな。今日から新曲作るんだし、もっと上げてこうよ。無理。こっちは仕上げで徹夜したダメージがまだ残ってんの。っていうか、アミヤだって一緒に徹夜してたじゃん。なんでそんな元気なわけ？体力バカ？体力バカ？こんな可愛い子相手にほんと失礼だな、エナナンは。まあでも、今時の可愛いは体力も必要だし、褒め言葉として受け取っておくね。はいはい。ユキは？あれ？そういえば声しないかも。ログインはしてるみたいだけど。ユキ、いたら返事して。いるよ。そっか、よかった。ったく、いるんならさっさと返事してよね。次からそうする。あんたね。まあまあ、それより早く新曲に入ろうよ。でも早く聴きたいな。わかった。今送る。すごくいいね。さすがケイ。うん。聞いてるだけでいろいろイメージ浮かんできたよ。サビのところとか、エフェクトでいっぱい遊びたいな。そっか。よかった。ユキは、どうだった？どうって。ああ、この曲、どういう風に感じた？どう？奏の曲だって思ったよ。いや、そうじゃなくて、いいとか悪いとか、好きとか嫌いとか、ちょっとくらい思うことあるでしょ？嫌いじゃないと思う。じゃあ、好きなんじゃない？それも違う。かな。は？好きならそういう風に感じるはずでしょ。そういう感覚はなかったの。そう。あのさ、ユキ、そういう言い方、ケイに失礼だって思わないわけ？どう感じたかって聞かれたから素直に答えただけだけど。あのね。ああ、まあまあ、落ち着いて落ち着いて。大丈夫だよ、エナナ。ありがとう。ユキもありがとう。率直に言ってくれて。
それじゃあ、私は先に寝るね。おやすみ。おやすみ。じゃあね、ユキ。はぁ、やっといなくなった。あれの相手してるとほんと疲れるんだけど。うわぁ、落ちた途端に陰口スタートとか、エナなん怖い。陰険自撮り女。何？陰険自撮り女って。コロよくって可愛くない？いや、どう考えても妖怪でしょ、それ。っていうか、私だってユキがアーなのはしょうがないって分かってるってば。あ、そうなんだ。意外。分かってても、どういう態度でいればいいのか全然分かんないの。世界で話した時は、ユキのこと、ムカつくけど、なんとなく分かるような気がしたんだけど。今のユキは、なんか、ロボットみたいじゃない？話しても全然響かないっていうか、二人は、ユキが何考えてて、こっちの言うことをどう感じてるのかとか、わかる？それは。それでも前よりは、素を見せてくれてるとは思うけどね。それはそうだけど。エナナンの言う通りだ。ユキのこと、まだよくわからない。だからユキの感じてることを、もっと知らなきゃいけない気がする。そうじゃないと作れない。ユキを救う曲は。